リマスター版発売決定からずっとニューゲームプラスならアルベルト初期イベントのレッドドラゴンを簡単に倒せるんじゃないかと気になってたので挑戦してみました。我こそはローザリアのバラキチにして、1周目主人公プレイの男として修行を積んでおり、オーバードライブを覚えています。プレイ日数は2日ですが、3倍速プレイなのでサクサク鍛えることができました。ではレッドドラゴンに挑みます。準備はいい。期待通りニューゲームプラスでレッドドラゴンを簡単に倒すことができました。まだ寝てなきゃ。この後の展開に違いはなさそうです。私はモニカっていう。最後までご視聴いただきありがとうございました。